スタディオン・ハルヘンワールとは、オランダ・ユトレヒト州ユトレヒトにあるサッカー専用スタジアム。1600年頃、この土地は主に主刑囚に対して、公主刑を行う処刑場であった。1700年頃から、スタジアム建設が始まる1930年代まで、農地だった。建設開始時の背景には、当時、ユトレヒト近郊にスポーツ施設が存在しなかったことと、 オランダ国防省が完成したスタジアムを有事の際に国の防衛拠点として使用する目論みがあったことなどがある。戦争に巻き込まれるという懸念があったものの国防省の力を借り1929年に建設が開始された。1936年5月21日スタジアムの建設が完了しサッカーだけでなく 自転車競技や四角ハウンドなどの競技にも使用された。建設当時、サッカークラブでは、ドスや UV ヘラクレスがスタジアムを使用し、週末のリーグ戦には約1万8000人が詰めかけた。しばらく、大規模な改修工事は計画されなかったが、2001から02シーズンに、スタジアムの拡張工事が始まり、2004年に竣工。 スタジアム収容人数が23,750人に増加した。2009年9月9日には、サッカー、日本代表とサッカーガーナ代表の親善試合が行われており、日本が4の3で勝利を収めている。ありがとうございます。